かまいたちの夜2、監獄島のわらべ歌、えー、洞窟探検編、続きをやっていきます。では、前回、この地下に潜,りで潜ってですね、いろいろ謎解きをして進んできたんだが、えー、今み、えー、3つ目の謎、山んばどんの3番のこの歌詞、歌詞、歌詞、これをが大事だと思うんだが。 このあとどうするか。ねえ、あさのこれ、怪しくないそう言って、ひるみがさしたのは、中央の石の切り株。確かにそう思う。いや、絶対怪しい。そうだね、なんか、不自然に切り、まあ、株っていうか、石があるよね。僕は切り株に近寄って調べてみることにした。ふんふんふん。切り株と床の間にはわずかな隙間がある。 それに、切り株の側面には縦に滑ったような滑ったじゃないやさ擦ったか擦ったような跡がある縦に擦ったような跡、うん、そうか僕にある考えが浮かんだ、うん、まだわかんないぞ僕が山ん場になればいいんだひる、えー、みが山ん場になればいいんだ僕たちが山ん場になればいいんだ何かを山ん場にすればいいんだ あ何かを山ンバ代わりにするのが一番なんかこっちを選ぶと死にそうな気がするんだよな自分たちを犠牲にすると何かを山ンバ代わりにしてここの上にだから高台に立たせるみたいなわらべ歌だったから何かを山ンバにするで選ぶ何かを山ンバにすればいいんだよ僕は言った、えー、何を切り株に乗せよう、はあ、うん何を載せよう 僕の懐中電灯。ひるみの懐中電灯。毛糸玉。えー、毛糸玉は大事じゃない乗せたらまずそうだけど。でも、懐中電灯も1個にならない方がいいっちゃいい気がするんだよな。毛糸玉行ってみるか。毛糸玉を乗せた。何も起きない。おかしいな。もっと乗せてみよう。えー マジこれ全部なくなるけじゃあ、とりあえず、ひるみのをちょっと一旦乗せてもらって、僕が先導行くから、ひるみのをじゃあさらに、ひるみの懐中電灯を乗せた。え、まだ何も起きない。えい、それならこれでどうだ。あ、全部これ真っ暗になっちゃうぞ。最後に残った荷物を乗せた。もう一度冷静に考えることにした。 うんうん <laughs> 荷物全部乗せるかもう一度冷静に考えることは多分戻るだけな気がするんだよなすべての荷物を乗せたこれで懐中電灯も何もないゴーと恐ろしい音が聞こえた地面がわずかに振動している真っ暗闇だ 何が起こっているのかわからないやがて音が止まった僕は恐る恐る切り株があった辺たりをさえ探ったなんとそこに柱ができているではないかでもこれ真っ暗になっちゃったから進むも何もできなくなっちゃったんじゃないおそらく切り株は柱となって真上へと伸びて,伸び伸びてたのだ大丈夫すぐ近くから声がした ああ、ここに柱ができている。さっきの切り株だよ。あれが伸びたんだ。こっちに来て。え、暗いのによくそんな冷静にいられるね、二人とも。<laughs> もう、まさる子だったら無理だよ。暗すぎて。あ、でも、目が慣れてくるってなるかな。僕はひるみの声がする方に近づいた。ひるみの手に触れる。もう手繋いだ方がいいって、暗いんだったら。あ,あ、いいね。僕はそれをしっかりと握った。周りを探しましょう。どこかに道はできていない ひるみが言った。気丈として気丈としか言いようがない。うん、そうだね。すげえな、ひるみ。僕は壁まで進み手で探った。一方の壁に大きな穴が開いていた。穴だ。行きましょう。ひるみが言う。でも真っ暗だよ。手探りで進めばいいわ。ひるみにそう言われて引き下がるわけにもいかない。僕は片手でひるみの手を振り、片手で壁を探りながら進んだ。 狭い穴だ腰を、えー、すくめなければ進めないすぐに腰が痛んできたそれでも僕たちは前に進んだまあ行くしかないもんね真っ暗でふと何足の下から地面がうせた穴だ下に穴が開いていたんだえ落ちたの僕の手がひるみから離れたうわマジひるみの悲鳴が聞こえた僕の体は落ちていく 落ちていく落ちてえっダメあ進んでるよしよしよしいいぞ迷宮まで行ったでも糸がもうなくなっちゃったんだよねあでも明るいいたたたたた僕はしあちょっと待って青い字が青いよこれ戻れないよ僕は尻をさすりながら起き上がった朝之の大丈夫ななんとか 彼女,彼女も大した怪我はないようだお互いの無事を確かめると僕たちは辺りを調べることにした小さな部屋だ5つの扉があり部屋の中央には1と刻まれた大きな石板が置かれている僕は石板に近づいたなんか書いてあるねうんなんか <laughs> なんか書いてあるね同じこと言ったわ そこもしばらの風のシーン。迷え、迷えと笑ってござる。なんで迷うと旅人聞けば、図面ばかりを追って行き、歯たえないよと嘆く声。それで迷うとも笑ってござる。ぐるぐるぐるりのザンブラ文。ここは迷宮一番地。なんだその <laughs>、ここは迷宮一番地。みたいな感じやん、これ。これなんか歌の歌詞みたいになってた。 え、図面ばかりを折っていき、歯応えないよ。なんだよ。こんなんがディスられていくか。あんだよ、文あんのかよ。こっちはクリアめがけて頑張ってんだよ。こんなバラベルってあったっけひるみが覚え書きのページをめくった。何も書いてないわ。ということは、アビコひろえっ、ー、と、なんだか、何ひろさん、ひろなんとかさんは、ここまで来れてないってことだ。僕は、あ、違う。あ、違うん。ここまで来れてないってことかうん、どういうことだ 僕はここまで来たけどなくなってしまったってことか僕は、えー、5つの扉を調べてみたそれぞれの扉のには神宮、雲、山んば、風緑、津波の絵が描かれているうどの扉にも鍵はかかっていないようだどの扉を選んだらいいのかしら朝之助わかる僕はわらべ歌を読み返してみたがここが迷宮一番地ってことぐらいしかわからない 悩んでも仕方ないよとにかく一つ選んで先に進んでみようでも大丈夫かしらここでじっとしているよりはマシさ、えー、僕たちは神宮の扉を選んだ雲の扉を選んだ山んばの扉を選んだ風見鶏の扉を選んだ津波の扉を選んだ石板を読んだちょっと石板を読んでみようもう一回えっ、ー、と図面ばかり迷え迷え なんで迷うと旅図面ばかりを追っていきこれなんか図面ばかりを追っていき歯応えないよと嘆く声これなんかさ一文字飛ばしとかあるず,ずんばりをてきはたなよ違うなめ目張りをてきごえいと <coughs> <coughs> うんうんちょっと待ってなんかヒントあるはずだ絶対迷宮一番地ぐるぐるぐるりのザンブラ分うん迷え迷いとあざってことある図、うん、面ばかりを追っていき歯ごたえないよ歯ごたえないよと嘆く声あーヒントがある でもここ赤くなってるってことはなんかここがヒントってことでしょなんだなんだ図面ばかりを打っていきこれなんか縦読み横読み一言葉しとか縦図図はめんごバターか帰りなおいおよと違うなええ,えこえ航空 酔いなえたごは聞いておりかばメンズじゃあ違うかなんだ。なんかなんかあるでしょう。なんか絶対あるでしょう。<laughs> ああ、わかんないな。 何度読み返してもここは迷宮一番15しかわからなかったうーんそれしかわからないのかうーん雲図面ばかりを気にしているからって言ったってことは唯一出てきてない風津波の話出てきてないよねちょっと津波の扉を行ってみようか 僕たちは津波の扉を選び進んだ。津波に襲われるてしまうさっきと同じような部屋に出たほう。7と刻まれた石板と5つの扉がある。七。ここは 7? 石板が 7? あ、違う違う。えっ、ー、と、津波が 7?、はあ、僕は石板を読んだ。迷い迷いとはなんで迷うと ときは指折り数えてみたけれど数が合わずに抜けられぬ指折り数えてみたけど数が合わずに抜けられぬここ7だよねここは7番地ちょっとこれはメモった方がいいなちょっとちょっとメモ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 しますよちょっと書くもの書くもの書くものと書かれるものっていう 言い方があるよねちょっと待って、ボールペン、ボールペン、ボールペン、どっかにボールペンがすぐ。なんでこういう時この間、掃除したから、あったあったあっ,った、掃除したからちょっと、よし、あったと。ほんでだ、えっ、ー、と、メモるもの、あ、間違えた。あ、待って待って、ちょっと進んじゃった。そうちょっとっしゃった、今、コントローラー、かかんだら。ちょっと待ってて。違うんだわ、これ、えっ、ー、と、今、津波が、津波が、 7, 7番地って書いてたね。7番地。数が合わぬとこの、そうだね。数ってなんだろうそれがわからないから苦労してるんでしょごもっともで。っちは順に、順にこれ見ていった方がいいかもね。風緑。風緑の選び、再び進んだ。え、小さな部屋にいた。風緑が8。待って。風緑。 風見が8これ8番地ね8と刻まれた石板と5つの扉扉には同じ模様が書かれているが石板にわらびたの記述はなかったわらびたが書かれていないどうしてかしらうーんどうしてだろう部屋中を調べてみたがわらびたは見つからなかった仕方がないので僕たちは先に先に進めるの進むことにしたあそういうことか えっと、今ので、ちょっと待って。風緑が8でしょだ ?8 番地ってことでいいのかなまあいいか、8。で、じゃあ山。山んばは順番通りか小さな部屋だこ、9。山んば9。山んば9。山んば9。はいはい。9と重まれた。 刻まれた石板と5つの扉扉には同じ模様が書かれているが石版にはアラベーターの傷はない。ないか。アラベーターはない。まあ先に進む。じゃあ神宮、ちょっと神宮行ってみよう。神宮の扉は何いくつかって書いてあるゼロ同じような部屋に出た。がここには扉が1つもない。えっ、ー、と。 神宮だね、今のね。神宮がゼロゼロロゼロか。浅之助、昼見が部屋の中央の石碗を指さす。近づいてみると、やはりわらび歌がしょ。おお、わらび歌あった。えー、惜しい惜しいとないってことある何か、何が惜しいと。 木はめぐりめぐってラビリンスとうとう抜け出たレイ抜け出たレイバンチここはメ宮キュ地レイバンチだなここがゼロなのかだ,だからここ神宮は最後に来るべき場所ってことでも数が合わないっていうのは9こツンと足元に当たる感触があった 見るとなんでこんなところに不思議に思いながらも僕はそれを拾い上げた懐中電灯おなに鍵が落ちている迷宮の鍵を手に入れた <laughs> なんだ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 突然足元が揺れ始めたえ合ってたの揺れは徐々に激しくなり僕も昼間も立っているだけで精一杯だった地鳴りのような大きな音とともに僕の足元だけがせり 上がり始めた朝之助、るみに手を差し伸べたが間に合わなかった。るみを残したまま床は上へ上へと伸びていく。まずくないちょっと昼見、なんとか上がってこれないか無理か。間に合わないか。揺れが止まった。るみ僕は穴の上から下にいるるみに呼びかけた。大丈夫どうやら無事のようだ。あっ、昼見に声が聞こえるか。先に進めそう。 この状況でもまだひるみはそんなことを言っている。つえな、メンタルすげえな、鋼のメンタルだな。確かに穴に沿って細く狭い道が続いてはいるが、なんとか行けそうだけど、じゃあ先に進んで。思った通りの返事が返ってきた。怖くないの、一人で。ひるみは置いていけないよ。ここにいても私を助けることはできないわ。とにかく先に進んで。どうせ帰る時にここを通るはずだから、それまで待ってる。なんでそれがわかんの 祈りはしないが、の命令には逆らえない <laughs> 命令に逆らえないか必ず助けに来るからと言い残して僕は先に道を進んだあ池だってことかただこれメモした全部は見れなかったけど合ってたんかそれからも延々と道は続いた何度かひるみのところに戻ろうかと思った思いはしたが戻りはしなかったな何だよこれだから何もなかったんじゃん 前に進む以外に解決策は浮かばなかったからだ。打つ手がない。だからこそ僕は前に進まなければならない。うん。その決意が崩れかけた頃、ようやく道は広がり、普通に立って歩ける道に出た。何横穴を見つけた。中に入っていけそうだけど。えっ、ー、と、なんとなく気になる。僕は穴の中に入ってみることにした。とりあえず後回しにしよう。 僕はここの穴を無視することにした。いやーこれは入ろう入ろう入ろうんとなく気になる僕は穴の中に入ってみることにしたとその時何通路の奥から声が聞こえてきたえそれは苦しげな声だった僕は恋のする方へ向かった行かせてもらえないのか横穴には結局 扉が見たいやここにさ牛の頭の人間が閉じ込められてるとしか思えないような扉じゃないこれ日常さこの扉出てきたらさあこの扉の向こうには牛の頭をした人間が入ってるなって思うよねみんなさんみんな思うよこれは規制の扉だ木製か木製の扉声がしたそれは男のうめき声のように聞こえるおうおうと悲しくつらく苦しく耐えきれずに 力漏れるようなうめき声あ、鍵持ってるねそういえば声は中から聞こえてきた誰かいるんですか返事はない、えー、僕は扉に耳を当て中の様子を伺った中に入ってみよう僕は扉に手をかけたいや、ちょっと中入ってみよう中に入ってみよう僕は扉に手をかけたえ、鍵開いてんの だから鍵持ってんじゃんね。しかし、扉は開かない。力任せにこじ開けようとしても、頑丈な扉はうんともすんとも言わない。よく見ると、扉に3つの鍵穴がある。ああ、鍵1個しかないな。どうやら鍵がかかっているようだ。そういえばさっき鍵を拾ったけど、鍵穴の数に足りていない。そうだ。僕はあることを思い出した。さっき見つけた横穴に入ってみよう。もしかしたら何か見つかるかもしれない。 たとえ何も見つからなくてもただ悩んでいるよりはマシな気がする。僕は来た道を戻ることにした。最初から行けよ、横穴。例の横穴の前まで戻ってきた。不安ではあるが、今はここを行くしかないのだ。僕は大きく深呼吸をしてから、ゆっくりと穴に足を踏み入れた。イグアノドン。 あイグアノドン出てきた歌にあったなちょっと待ってこれさ親子丼も出てくんじゃないだとしたら <laughs> 親子丼の歌あったよねそこには奇妙ななんだこれ音楽もなんかちょっとあれだぞ愉快な愉快にユニークな音楽になったぞ部屋の中央にはトカゲのような生き物を模した4つの石像が置かれているなんか かわいいんだけどねちょっとかわいいんだけどひとつは本を持ちひげを生やしているひとつはどんと箸を持ってあこれ親子丼の話じゃないこれ出てくっつこれ親子丼んひとつは背中に薪をかついでるおおみにのみは金次郎とカゲかねひとつは目隠しされているなんかよッしーみたいだね石像は 部屋の中央に鎮座しており、それぞれが背中を向き合うようになっていた。その台座に何か書いてある。これも謎解きだな。そう、イグアノの,のギャオーギャオーと泣いてござる。何のことじゃと誰もが聞けど、ギャオーギャオーとただ泣くばかり。ギャオーギャオーギャオー。わけも分からず泣いてござる。ピュービュービューのザムラ。うんー、何のことだかわかんないな。 なるほど、この石像はイグアノドンのつもりらしい。周りを見渡すとそれぞれの石像の正面に扉があることがわかった。おや隅の方にまだ何か書かれているぞ。い今んとこヒンにとかない。鍵はイグアノドンが隠し持つ。隠し持つ。どうやらこの部屋に鍵が隠されているようだ。さてどうしようか どう思ったイガノドンに触れてみる。薪をかづいたイのノドン。目隠しされたイガノドン。本を持ったイガノドン。開かずの間にある。<laughs> 何開かずの間って急に出てきたじゃん開かずの間。ちょっとさ、ただ、あのー、わらび歌の中に唯一出てきたのってさ、こんなんか薪とか目隠しとか本とか出てこなかったよね。唯一出てきたのドンでしょだって。あの親子丼のなんか。 4番か5番あたりになんか親子丼のあ,あれあったからちょこれ選んでる僕はどう思ったイガの丼に触れてみたあ開くんだそこが扉が音を立てて開いた僕は中に入っていったあ出た出た親子丼そうあったんだよね親子丼の歌合ってたんじゃないこれ絶対合ってたってこれは何という部屋なんだろう 小さな小屋が二つあり、その小屋に橋が架けられている。あ、なんだ小屋の隣に石板があった。おー、よめよめ。石板よめ。お、う、ー、ん、これこれこれ。これこれ覚えてたんだよ。親子丼、うまいうまいと食うてござる。何がうまいとグルメこきけば、新鮮卵に朝引き地鶏。お釜で炊いたふっくらご飯、それがうまいと食うてござる。おー、うん、親子丼の話だよね。<laughs> 親子丼の説明だよね。 うまそうねっつってわらべうたかなんか変だそう思っていると小屋の中から何かが出てきたおお <laughs> 産んだな新鮮卵産んどるなこのニワトリた卵を産んでいるすべてで5個だあ全部で5個だ5個なんで <laughs> なんで均等なのなんで均等で並んでるのその距離感で 何ソーシャルデ産さもサボってんの卵も。産み立て卵も。さすがに、この、この時期だからなぁ、つって。寄り添っちゃい折れんなぁ、つって。あの卵の中に鍵が入っているんだ。なぜそんなことが分かったかというと、女の直感としか言いようがない。えなんで女、女の直感これ、え、あその好きでしょなんで男じゃなくて何お前は男だ。なんなんだよ。 そんな細かいことを気にするな。とにかく、卵を割ってみよう。えー、これヒントあるちょっと待って、わらべた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 。親子どうまいうまいと食うってくれた。何がうまいとグルメっこ聞けば、新鮮卵。新鮮な方だね。新鮮な方っつうのはどこだ 新鮮な卵ってどっから産んだんだこれとりあえずでも一番左なんじゃない一番左新鮮卵ってことは絶対でもどういうふうにニワトリが進んでいったかにもよるんだよね左から右に進みながら卵を産んだんだったら左から5番目の卵にはなるんだけど 逆だったらこっち一番左が新鮮一番最後に産んだってことだよねいやちょっとこれで行ってみますあったわ正解正解マジで正解だここが一番最後に通ったところってことだね鶏が卵の中から鍵が出てきた僕はそれを拾い上げた親子丼の鍵を手になんだ親子丼の鍵ってさてどうしようかよし次は なんかあったったけな開かずの間にもあ戻るはダメだなまだもう一個探さないとダメなんだよねもう一個必要だからうん本を持ったイグアナドン開いた開くっちゃ開くんだよねきっとどれでも。 扉が音を立ててて開いいた。た。僕は中に入っていった今度はどんな部屋だいあハルマゲドンハルマゲドンの歌もあったね通路の奥に扉があった何で掛け軸が掛け軸が新しそう何か書いてある僕は近づいてみた誰どちらさんあハルマゲドンやばいやばいと泣いてござる何がやばいそうだマスコミ出てきたんだ <laughs> マスコミキーは1999年の7の月に7の月に何も起こらず見事に外れそれがやばいと泣いてと。これさノストラダムスなんじゃない <laughs> これさノストラダムスさんあなたもしかしてだからなんか地球が滅びるみたいなことあったよねだけどそれが外れて滅びなかったから外れちゃったって、まあのー、いうことで泣いてんの ノストラダマスがそういう感じなんだわらべうただはあはあ扉の隣には石板がある、えー、石板には0が4つ並んだカウンターのようなものとさまざまな記号が刻まれたダイヤルがついていた、うん、ダイヤルは記号単位で右にも左にも回転させることができるようだ えー、ダイヤル。わかった。これ19997で、こっちのダイヤルのを月にすればいいってことダイヤルを回す。あ合わせんのかこれ !15。増えてはいってる。ああ。増えるだけじゃない。あなったけど。 こっちが、ああ、そうなるか。これで、99の7日にしなきゃいけないんだな。あ、すげえ進んじゃったな。あ、戻った。うーん、まずこうして、こうしてみる。ああ、惜しいんだよな、これな。 惜しいんだけどどうやったらなるかなああ全然違う方に行っちゃったな4,000年になっちゃったあ戻ったんまずこっちずっと B ずっと B をやったこれ惜しいな これ9919887月だけど99もう一回あーダメかそこっち金と左に回す月曜日に好きにしてあダメだなこれなるちゃんと。 とにかくこっちを月しちつつあこれさっきもやったなえー、これ惜しいんだけどななんでならないのかな本当はずっと A にしてみるか1990木になっちゃうこれダメなのかな なならないこれ合わない絶対に無理ってことある合わないよねだってほら黙,黙になっちゃうもんね9999だけどえー、ちょっともう一回思い出そう何がやばいとマウスコミキバス1999の7月何もこらず見事に外れ うん、やっぱ19997の月だよなでもならないんだよな交互にやってみるここ行ったり来たりしてあ間違えたうん 結局こっちかなえっ、ー、と間違えたこのこ,これにしなきゃいけないんだよねこっちを月の方にしなければいけないんだよなあなんか惜しくなってきたよあなんかちょっとこれを繰り返してみるか。 なんか違うな。違うな。増えてきちゃったな。なんか法則があるんだよな、きっとな。わめっちゃめっちゃ増えてきちゃった。あー、戻ったな。うーん。とりあえず、こうして。で、増える。で、これ戻すと減る。 増えるこれでこう一周すればちょっとずつ減っていくからあ違うの間違えたなあ戻ったなちょっと分かってきたちょっと分かってきたけどちょっとここカットするかもなちょっとちょっと頑張りますちょっとうーんちょっとやっても全然できないから一回ちょっと諦めます 引き返すことも大事とみてじゃあちょっと巻きいってみるかちょっとわかんなかったな巻きをかづいたイグアノドンに触れてみたここにも謎解きはあるんだもんねだから今のところじゃないあこだぬきドン今のは罠であれはできないやつなのかな通路をしばらく進むとまたもや扉があった 壁に石板が埋め込まれている。何か書かれているようだ。小狸丼。あーあ、暑い暑いと泣いてござる。何が暑いとウサギかけば、2人た,たじゃん。背の背中に火をつけられて、はあ、はあ、背中に火をつけられて、たぬきが暑いって言ってね。ここにもわらべ歌、えー。扉には4枚のパネルが貼ってあった。それぞれのパネルには左から順にうさぎ、巻き。 えー、タヌキイタチの絵が描かれているおそらくあらべタに出てくるキツネコタキギコ,コダヌキアクタリイタチの風の詩を示しているのだろうよく見るとパネルとパネルの間に123と刻まれた突起物があるあーはい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  <laughs> システムの説明してくれてる突起物を押すとパネルが回転したはい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  なるほど、これはパネルを入れ替えるスイッチなんだ。こうやって入れ替えて、おそらくこれを利用してパネルを正しい順番に並べるということなのだろう。えっ、ー、と、待って、イタチ、アクタリイタチのフノシンにがいて、タヌキが熱い、薪えっ、ー、と、まず2じゃない。2をこう入れ替えて、 この黄色とあれはなんなんだろうなあっ違うかん。ちょっと待って、二を戻す。ちょっと待ってね。えー、ちょっと待って、三をこうしてで えー、2をこうしてで1をこうしてで2をこうするで3をこうするおおできた今のわかったんだよすごい一発わかったのすごくない薪の、まあ、パネルが燃いだしたわかったぞ。 これはわらべたの内容を再現しているんだ。えー、底虫くる村のこだぬきの熱い熱いと鳴いてござで、ウサギがそれ見てるじゃん。で、イタチが火をつけてってい分かったんだよ、これちゃんと。なんで熱いとかん、ウサギ子聞けば、アクタレイタチの風の芯に、えー、背のたきぎに火をつけられて、熱いで鳴いてござると。これで えー、僕が見つめる中その火はだんだん勢いを増しやがて薪のパネルを燃やしつくしたおお出てきたこれで3つやったださっきのやつ関係なかったんだあれ無理だったんだじゃあこれで今3つ手に入れたわけだから開かずの間に戻ろう3つ手に入れたもんね持っている鍵を確認する。 えー、親子丼の鍵、えー、小だるき丼の鍵、迷宮の鍵。えー、なにこれそういうこと、えー、まだこれ3つ集まって、それで、えー、えー、ちょっと今伸びをしています。えー、違うんか違うパターンもあるのか <laughs> じゃあちょっと今回はこの辺にして、次回ここから続きをやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。 ゲームが上手になりたいなもっとみんなに褒めてもらいたいからコントロール握るでもいつもお母様にいにていてばかりで俺れを。